ひろゆきさんの本初めて見ました。本だと自分のことオイラって言うんですね。僕の一人称がオイラなのか僕なのか私なのかは編集の人に任せています。僕がその本を出す場合って基本僕が書いてないんですよ。で、僕はその方がいいと思っていて、その聞かれたことに答えるんですけど、実際問題その社会の人に対してどういう言葉を送った方がいいかというのは編集さんの方が詳しいと思ってるんですよ。プロフェッショナルだしね。で、実際じゃあその投資をするのは出版社なんですよ。で、出版社がその僕の話聞きますとか、そのじゃあ編集さん入れますとかライターさん入れますっていう形でお金を使って、で本を印刷して売って、でそこまでのコストを全部出版社が背負って売り上げが初めて上がるんですよ。なのでリスクを売って世間にこういう話とかこういう情報を送った方がいいなって考えてるのが出版社なんですよ。なので僕が下手に考えるより出版社の人たちに乗っかった方がうまくいくんじゃないかなと思ってるんですよ。その方が楽ってことだろう。まあそれもあるんだけど、要は僕の視点っていうのは、僕ってそのおっさんの考える視点で、例えばじゃあ20代女子の考えとかって全くわからないんですよ。多少わかるけどね、想像で。でも20代女子にとってはこういう書き方とかこういう表現とかこういう情報の方が価値があるんですよっていうのは僕じゃないじゃん。なのでそっちの人たちが考えた結果で世の中に出した方がきっとうまくいくと思うんですよ。なので出版社の人がじゃあ僕の一人称は僕がいいのかオイラがいいのか俺がいいのかっていうのも出版社の人が決めた方がいいと思うし、じゃあテーマだったりその構成だったりも出版社の人が決めた方がいいなと思ってるんですよ。まあ持ちは持ちやってやつで。なので基本僕丸投げで任せるようにしてます。はい。いや俺はお前の書いた本を読みたいんだよ、じゃあ僕が書いたと思い込めばいいんじゃないのだからさ、論破力っていう本が出たんですけど、あれには僕が書いてないっていうことは書いてないです後書きで一応僕書いてないって書いてるんだけど、そこ削られたんで。なので論破力っていう本を読んでもらえれば、読んでる限り僕が書いたと誤解してもらえる構造になってます。なので読んで誤解してください。はい。